今回は前回の続きから始めるわ。お昼の時間ね。ここで若干音量調整してるわ。昼休みにドット睡魔が襲ってくるのは自分脱病の時もあったな。てか漫画でよくあるマクドナルドだ。バーガーバーガーを思い出すミニゲームだな。ヒントなしか。自分の好きな具材を適当に入れ始めるプヌシ。下2つは順番が違うだけで入ってるのか。なぜかゲームのルールが理解できていないプヌシ。さっき何挟んだかこの時点で忘れてます。家に大量発生したアリを退治した後にゲームをやってるので、疲れが出てますね。レタスだけ合ってるっぽい。なんでエッグとチーズを絶対入れるんだ。またレタスだけ合ってる。だからなんでエッグとチーズを。あまりに間違えて救済措置が出てきたよーい。ハンバーグがどれかわからないイクヌシ。一番上の右から二つ目がハンバーグですが、ウクヌシには最初椎茸にしか見えませんでした。最後の一個だけど忘れしたアプヌシ。今までパインを入れてなかったので適当に入れます。しかし、偶然合ってました。何をすればいいんだ。クリックだけでよかったのね。なんか非常にまずそうなお顔だ。今にも吐きそう。これどうするのが正解だったんだ。もちろん、私たちは味覚を持っていて、味の良し悪しだって判別できる、か。でもいくら食べても、食べ物から満足や喜びは得られないか。ま、確かに、味とかどうでも良くなってたな、うつ病の時は。たまに、小食の自分を責めたりもするか。ウプヌシは逆に過食に走ってたな。何をすると幸せを感じる？この世で一番難しい質問。うつ病の時は自分の情けなさと将来の見えなさとか感じるから幸せ見出せないよな。前から思ってたけどこの写真誰が撮ってるんだ？内省、反省ってことか。いつも通りに仕事を終えて。いつも通り帰宅か。インスタグラムか。そういうこと考えちゃいけない。孤独感が募るぞ。インスタのストーリーが重すぎて、次に進めん。猫カフェ？
かわいいけど表情が怖いな。一気に15年進んだんだが。15年ってことは、この人は40前半くらい？なんか切ねな。どういうことだ？子供できている。高校卒業？あれけど年齢合わないか。外国だからちょっと卒業時の年齢違うのかな。30年経っちゃったよ。いもうこの人あらかんだよな。説明。Every day is the same.娘が引き継いでいる。いとこさん大学卒業か。毎日同じことを繰り返してしょろうか。時間は歯車のように。10年、20年、30年が過ぎても回り続ける。重い言葉だ。繰り返される日々が怖いんじゃない。こんな日々の繰り返しがいつまで続くかわからないのが怖いか。本当の出口がないのなら、先に進むことに何の意味があるの？か。文面的にさっきのは主人公が展望した絶望的な未来って感じだったのかな。主人公の一日を追体験する感じか。スイッチじゃねえか。ってことはスイッチでも出す気なのかな、このゲーム。それかさっきから伝統のスイッチをしまくってるからだじゃれ。もやもやを消してく感じか。この袋男はなんだ。うわー、なんかオチが読めてきたぞ。ユニコーンがいるってことはまさかまだ男性経験がないってこと？うわ、やっぱり。
てかなんか実績獲得したぞい。うつ病の時って心のモヤモヤ収まらないもんな。うぷ主はどんだけ早くベッドに入って寝ようと思っても、毎日、夜中の3時半にまでならんと寝れんかったわ。起きてないといけない時間に寝てしまって、寝ないといけない時間に眠れないか、わかるわ。不安になればなるほど眠れない。そうそう、うぷ主は途中から心療内科に通ってたわ。自分をうまくコントロールしようとしても、どうしてもできない。か、そう。不安が全く抑えられないんだよね。もう主人公の心は絶望的だよ。なるほど、うつ病の理解促進のためのゲームだったのか。体感してくれってわけね。うつ病の人を理解して寄り添ってくれってことね。なんだこのクマさん。友達と映画に来たのかな。あ、感情合わせゲームってことか。初めての Wii パックで困難あったな。やってて辛いミニゲームだ。確かにうつ病の時って感動が薄くなるし表情硬くなってたな。大学の同期から表情がなくてロボット見たいって言われてたわ。合わせられるのすごいな。そうそう面白いって感じなくなるし、映画見ても長く感じるよね。美人感か。友達が多いとこうなるのかもね。うぷ主は友達がほとんどいなかったからリアクション合わせたりとかはなかったわ。あれ、急にポニーテールの同僚ちゃんが。これどうやって動かすんだ？なんか上にありそうだな。どうすりゃいいねん。クリックとした矢印キーを活用してどうにか上に上がったアプ主。こうやってリア充のポニーテールちゃんと主人公を比較する感じか。
やっぱり上がるの難しいな。うわ。悲しくなるよ。そうそう、うつ病の時って料理するのが億劫になるのよね。スーパーの弁当ばかり買ってたわ。このコートは何だろう。あれ？同僚ちゃんは？嫌な予感。嘘やろ、おい。ルナちゃん。衝撃的な展開だ。そうか、誰でもかかるって言うしな。外交的でおしゃべりな人でも起こりうるか。ルナちゃん、全然うつ病って気づかなかったわ。実は。突然。そういうこともあるわな。騎士燃料ってやつか。難しい問題だ。そういや、居酒屋で知り合ったサラリーマンがうつ病になったとき、騎士燃料で無意識のうちに自宅マンションのベランダに立ってたって言ってたな。怖くてそれ以上のことは聞けなかったわ。今回の実況はここで終わります。